ちょっと長くなるけど。聞いてやらんでもない。聞こうじゃないか。小学3年くらいの時の話。俺は転校してきて、誰とも馴染めないで、ずっと花壇に張り付いて花のスケッチばっかしてた。花壇近くに、焼却炉があって、用務員のおっさんはいつもなんか燃やしてた。当時の俺のスペ、メガネ、デブ、いつもチャンピオンのジャージ、スポーツできない。おっさん、60くらい、いつも上下ベージュの作業着。俺もぼっちだったから、担任と話ばっかりしてたな。家に帰っても母親が再婚して、大嫌いな親父がうちでゴロゴロしてるもんで、夕方過ぎに母親が帰ってくる時間まで、スケッチなり図書館なりで過ごしていた。学童保育もあったけど、馴染めないから学校で過ごしていた。バーコードバトラーが流行っていた時代。ある日、相変わらずスケッチをしてると、おっさんが話しかけてきた。君、いつも熱心だね。画家にでもなりたいのかい？どれ、見せてごらんよ。俺は慌てて、自由帳を隠した。絵は未だにものすごい下手だから。なんでお前ピクシブに載せるの？ってレベル。コミュ障だった俺は一言もおっさんとは口を聞けなかった。うんうん、うなずくか、首を振るくらい。友達いないのか？家には帰らないのか？いろんな質問されたが、口は開けなかった。そんでそれからは、挨拶はする程度になったんだわ。おっさんは俺にピカソとかあだ名をつけた。多分絵がむちゃくちゃだったからだろ。でも懲りずに毎日スケッチしてた。である日、俺の小学校時代の転機が訪れる。その日は、雲行きが怪しくて、スケッチをしてたんだ。案の定雨に降られ、雨宿りしてたら、おっさん来た。なんだピカソくん、濡れネズミじゃないか。ちょっとこっちゃ来い。黙ってついてった。連れて行かれた先は用務員室。初めて入るが何か臭い。おっさんがタオルを貸してくれた。それも臭い。タバコの匂いが充満していた。今考えるとそういう部屋が昔の小学校にあったんだな。ビビるな。タオルで頭を拭いてると、おっさんの汚い机の上になんやら、見知らぬ物体があった。なんだこれ？と思っておっさんに聞いてみた。これが俺の小学校時代が変わる物体。ちょっと来たい。支援。ああ、これか、これな。けん玉だよ。やったことないの？俺がジャリン頃はみんなやってたけどな。ほれ、こうして。って言って、巧みに振り剣をやってくれた。その後もおっさんはいろんな技を見せてくれた。俺はけん玉に魅了された。家に帰って、母親にそろばん買うって嘘ついてけん玉買ってきた。けん玉ライフが始まる。それからは、休み時間練習、放課後練習、家に帰ったらうざい親父がいるので練習はできなかった。で、休み時間にけん玉してたら、クラスの奴らがけん玉に興味示したわけ。何それ、面白そうじゃん。って言って話は盛り上がって友達が初めてできた。クラスの奴らもけん玉買ってきて、用務員室で放課後けん玉してた。まあそうしてどんどん規模が広がって、用務員室じゃ人が収まりがつかなくなったんで、けん玉部たるものを立ち上げることになった。学校からは許可が出て、空き教室を一つ貸してもらえるようになった。部長は俺がなった。多学年からも部員が増えて、20名くらいのけん玉ソルジャーが集まった。すげえ楽しかったわ。部内大会とか、市のけん玉大会とかにも出て優勝したりした。で、俺が一個進級する頃に、おっさんはこう言ったんだ。俺今年で定年なんだわ。で、おっさんがいなくなることを部員全員が悲しんだ。けど4年生になっても、週に一度だけおっさんが来た。その頃には、おっさんよりもすごい技を繰り出せるようになってたので、すでに師匠越えをしてしまった。5年生になる前くらいに、おっさんはめっきり姿を見せなくなった。新しい顧問の図書室の先生に、おっさんはどうしたのか聞いてみた。図書の先生は最初口を濁してたけど、おっさんは入院しちまったらしい。おっさんは新しい顧問に、入院してることを黙っててくれって言ってたんだって。で、次の土曜日にお見舞いでも行こうって話になって、部員と病院まで遠征することに決めた。ほうほう。こういう話好きだな。初めて子供たちだけでバスやらに乗るから緊張した。おっさんのお見舞いでみかん買ってった。
って、いざ名前を受付に行って部屋を調べてもらったら、おっさんの部屋には入れないって言われた。子供の頃だからわからんかったけど、おっさんはもう相当ヤバかったんだろうな。面会謝絶ってやつだ。せっかく来たんだから、おっさんに手紙を書こうってなって、受付のババアから紙をもらって思い思いの手紙を書いた。最後だって知らないから、純粋にまた来いよとか書いた気がする。おっさんには会えないままだったんで、しょうがないからバスの中でみかんを食った。おい、おっさんは助かるんだろうな。3日後に、おっさんから手紙が来た。おっさんが手作りで書いたけん玉の技のプリントとは違う、力ない字で書いてあった。お手紙ありがとうね、けん玉は楽しいだろ。これだけしか書いてなかった。おっさんは死ぬ思いで書いたんだろうなと、子供心にも察せるものが近かった。その金曜日に、おっさんは天国に行ったんだわ。俺鼻水止まんねえの。涙も。おっさんどうして死ぬのかよくわかんねえの。なんなん。初めて知らない土地でできた友達だったし、あだ名をつけてくれた友達だったんだよ。おっさん。目から水が。嘘だろ。おっさん。学校の朝礼で聞いて、そのまま保健室で寝込んでた。葬式は次の日だったんで精一杯気を持ち直した。家に帰ると、おっさんが定年間際にくれたけん玉が目に入った。また鼻水と涙が止まんなくなった。これは泣ける。電車内だぞどうしてくれんだ。くそ。次の日は、おっさんのけん玉持って、スケッチした花の絵を持って、おっさんに最後の別れを言いに行った。おっさんマジ安らかな顔だった。絵本明みたいな。遺族の人に、おっさんとの馴れ初めを話したりした。そうしたら遺族の人が言うんだわ。もしかして君がピカソくん？って俺は別室に連れて行かれた。遺族の人っていうか、娘さんね。おっさんは奥さん先立たれて寂しかったみたいで、ずっと娘さんが最後まで見とってた。娘さんが、これ、見てください。って言って出してきた汚い大学ノート。おっさんの日記だった。丸月末日、ピカソくんとけん玉をした。ピカソは上達が早いから俺も頑張らないと。丸月末日、ピカソくんが部内大会で優勝した。さすが筋があるやつだ。おっさんとの思い出が、フィードバックしてきた。もう、なんで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 死んでしまうんだって。おっさんはもういない。娘さんにけん玉と俺の汚い絵を渡した。ありがとうございましたって。おっさんはこうして旅立って言った。長くなりましたが以上。レスは返せなくてすまんかった。たまたまドンキホーテでけん玉見たら、思い出してしまったんですれ立てちまった。で、びっくりすることに、メイが今俺と同じ小学校に通ってるんだが、まだけん玉部があるってことにビビった。呼んでくれてありがとう。おつ、イッチは今いくつなの？今26。おっさんと同じ公務員してます。一徳が仕事中ではないからな。え、何この普通に良すぎる話は。良いお話ですね。おっさんはイッチの親父代わりだの。マジでそうだな。クソ親父が死んだ時は涙がこれっぽっちも出なかった。おつ、今でもけん玉やってるの？たまにやってるよ。とりあえず涙は増えた。外なのに、涙出たし。